在左前方に赤色の煙が確認できますが、これは地雷散布地域の左右の限界を示しています。対戦車地雷は敵戦車などの接触により主にその圧力を感知して爆発します。続いて普通科部隊などが装備する各種火器の射撃などをご覧いただきます。まずヘリコプターによって起動する普通科部隊が、森林などのヘリコプターが着陸できない場所などにロープを使って降着し、施設や橋梁などを爆破した後、ヘリコプターによって速やかに離脱する要領をご覧いただきます。広場の前に降下した隊員はこれより橋梁を爆破するための準備をします。大型スクリーンをご覧ください。ただいま大型スクリーンでは橋梁爆破の準備をしている様子を放映しています。起爆完了、構成完了、点火準備を了解、点火よーい、点火、第2号は下がれ、経過表示30秒。これからご覧いただきます離脱要領は、エクストラクションロープと呼ばれる特殊なロープを使って隊員を吊り下げた状態で地上を警戒しながら離脱する要領です。ただいま右手から侵入してきたのは軽装甲機動車です。軽装甲機動車は機動性に優れた小型の装甲車で、市街地などにおける戦闘行動にも有効に使用できます。この軽装甲機動車の車上から